はい、おはようございます、こんにちは、こんばんは、どうもハイチです。そこに書いてあるメッセージカードを送らせてくださいということで、ちっちゃいイベントなんですけど、自分が手書きで書いたメッセージカードを皆さんのところに送るというイベントをさせていただきます。去年と一昨年と、11月にですね、実際に見てくれてるリスナーの皆さん、まあ視聴者のね、皆様のところに自分が新幹線と電車を乗り継いで会いに行くっていう企画を2年連続でやってたんですね。で、今年はちょっとプライベートの事情とかがあって、年内にそれがすることができないんですよ。ただ、年明けて3月、みんなが学生のみんなが春休みの時にそのイベントやろうと思ってるので、まあそれはね、またこう、近くなったら、なんだろう、告知したりとかしようと思ってるんですけど、ひとまず年内に何もやらないのもあれかなと思って、このメッセージカードを送るというのをやらせていただきます。まあ、興味ある方ね、ぜひね、応募してもらえたらと思うんですけど、で、応募するにあたって、まず1番、郵便番号、住所、氏名、これは必ず書いてください。送れないからね。で、もう一個大事なのがコメントなんですけど、で、これはですね、自分に対しての、まあ、メッセージ書いてくれても嬉しいですし、あとは一番大事なのは、このメッセージカードに書く内容を指定していただきたい。できれば。細かくもうこれを書いてくださいっていう。もちろん一行とかでも構わないです。メッセージカードなので全然短くても大丈夫だと思うんですよ。もしかしたら一行指定してがあって、すげえ何行も書けるのに真ん中一行しかないじゃんみたいなメッセージカードになるかもしれないですけど、これを書いてくださいって言ってもらったりとか、あとはこういう今状況なので、こういうメッセージくれると嬉しいなみたいなのを書いていただければと思います。これですね、以前、手紙を送るっていうイベントをさせてもらった時に結構たくさんの方からね、応募いただいたんですけど、一言励ましてくださいとか、そう、応援してくださいみたいなのもあるんですよ。そうすると何に対して励ませばいいのかもわからないので、こうこっちがちょっと書くのが困ってしまうんですね。なのでそこのコメント、まあ、メッセージのところを見て、なんだろう、当選者というか書く方を選ばせてもらおうと思いますので、そこをできる、あんま時間取らせると申し訳ないんですけど、ちょっとそこに力入れて書いてもらえたらと思います。で、締め切りは11月23日、来週の水曜日ですね、勤労感謝の日なんで祝日だと思うんですけど、そこの、23日中まで OK です。日付変わって24になったらアウトというカウントになります。で、こっちから送るメッセージカードは年内に必ず送ります。年はまたぎません。ただ、11月中はちょっときついと思うので、12月に送ると思っておいてください。で、当選者の発表は特にしません。送った方が、あ、当たってたんだみたいな形で、判断してもらえたらと思います。で、3番、今回メールでご応募いただくんですけど、メールのタイトル、まあ、件名のとこですよね、をイベントにして送ってください。これは仕事のメールとか、あとは普通の普段の相談のメール、あとは問題わかりませんっていうメールたくさんいただいているので、ちょっとフォルダを分けます。そう、見落としてしまうので、なので必ずタイトルをそれにして送ってください。で、送り先は、一番下のハイチ、これアンダーバーです。ハイフンではなくて下の棒ね。アンダーバー、数字の4、アンダーバー、リーフ、アットマーク、yahoo.co.jp です。スマホ、パソコン両方から送ることができますので、どちらでも構わないんで、お願いします。といった感じです。はい。一応ですね、人数は10名を予定しております。以前手紙の時は、手紙ってもう1個書くのにめっちゃね、2枚とか3枚書いてたりしたんで、時間かかってしまうんですけど、メッセージなんで、本当に数行だと思います。まだ買ってきてないんですけど、メッセージカード。少しだと思うんで、まあ、その分人数ちょっとたくさんね、かけたらと思って、まあ、一応10名を予定してます。で、おそらく、例年の感じやと、まあ、100人前後の応募になると思います。今までのイベントの傾向からすると。なので、全員に送ることはできないんですが、必ず10名の方にはね、送らせていただきますので、ご興味ある方はぜひ、ご応募お待ちしております。はい、という感じで、今回もここまでご視聴いただきありがとうございました。では皆さんのね、応募、あまりにも少ないとね、ちょっとへこむんで、とか言ってみて。たくさんのね、ご応募お待ちしておりますので、よろしくお願いします。では、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。